海上自衛隊護衛艦出雲に F-35B 戦闘機艦載化計画進み、現在護衛艦加賀が改修工事を行っているね。F-35B 戦闘機の配備基地が宮崎県のニュータバル基地となっているが、ロシア情勢も考えると42機体制から84機へ増やすか、半分を日本の北側の基地に配備するなどについてもいろいろ考えられるな。さて今回は、護衛艦出雲加賀が建造されるきっかけを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ついに F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化が実現し、常時艦載ではないが F-35B 戦闘機はニュータバル基地に配備され、ロシア情勢次第では東北方地方に配備されるとも言われているよ。島国日本にとって、広い領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めており、新たな環球分野への進出も政治と連動して進化されてきているからな。このような状況下で近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気知名度規模のいずれからも最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載使用出雲型護衛艦の出雲と加賀の2隻だと言って間違いないね。出雲型護衛艦は海上自衛隊の艦種分類上からヘリコプター搭載型護衛艦とされ略称として DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識されているよ。出雲型の初舷は基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル。全幅 38.0メートル深さ 23.5メートル喫水 7.3メートルとなっているよ。上記初言から名実ともに海上自衛隊で最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種のヘリを搭載可能であり、以下で出てくる他の艦艇との比較の参考にしてほしいな。最大5機のヘリコプター発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを最大の目的として生み出されているんだ。1991年の旧ソ連が崩壊した後に継承国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には急速な経済発展を背景に身勝手な海洋進出を進める中国海軍が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていったぜ。こうした経緯から中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国海軍艦艇や航船の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事になっているわけだ。中国海軍らによる接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるわけだが、現状の航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島くらいしかなく補助できる島を探し求めていたんだ。仮に中国との有事が起こった際には在日米軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊される可能性が一番大きく、そうした事態に対応するためにも陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけだな。こうして米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニングツビー型であれば、短距離離陸垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという結論が導き出されたよ。それを理由に出雲型に対し F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の決議も進み、太平洋戦争以後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなったんだ。出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を元来より備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されることになるんだけど、これ以前にも海上自衛隊には同様の形式の艦艇がすでに存在していたよ。それが1998年より3隻就役している大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している日向型護衛艦であり、
出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇だね。この大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では LPD ドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的となっており、艦尾にあるウェルドックから2隻の大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇を運用することができるぜ。ただし、大隅型輸送艦は基準排水量8900トン、満載排水量1万4000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前とした出雲型の初舷と比較して、小型な艦艇だということがわかるな。この艦が全通式の飛行甲板を有していてもヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターを常時搭載しているわけでもないからで、したがってエレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用ができないようになっているらしい。また、ヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それゆえにヘリの整備能力も付与しておらず、艦内への収容はあくまで応急的な運用に止まり、基本は飛行甲板への露天駐機が前提となっていることも理由の一つとして挙げられるぜ。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担う艦としては、大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊に新設された水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではないんだ。出雲型に先駆けて全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いた点から見れば、その前身となったのは2009年から2隻が就役しているヒューガ型護衛艦が最初だったね。このヒューガ型護衛艦は基準排水量1万3950トン、満載排水量1万9000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、これも冒頭の初言と比較してもらえばわかるが、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つんだ。ヒューガ型護衛艦にはヘリコプターが最大で4機搭載可能とされており、全通式の飛行甲板には4箇所の初着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時初着陸は3箇所で実施できる仕様となっているよ。ここでヒューガ型と出雲型の相違点の一つに挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲シウイス2機と防空ミサイルリム1162機を搭載するのみなんだ。これに対してヒューガ型は 20mm バルカン砲のシウイス2機搭載は同様だが、324mm の3連装のマーク、32魚雷発射管2機とマーク、41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セル26発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している艦だな。出雲型は必要最低限の固艦防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装らは護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比べてみれば、ヒューガ型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだというのも頷けるぜ。今のような世界情勢になったからこそ出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているけど、ヒューガ型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではなかったんだよね。そのため大隅型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入はされていたけど、ヒューガ型の建造に際しては政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提唱されており、要は反応を見つつ推進された実情ということになるよ。5つ目の案はすでに存在していた春名型白根型と同様に艦の後部のみに大型の飛行甲板を設置するもので、2つ目の案が艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つものだったな。結果的には全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ最も合理的であり、
その後の出雲型へと繋がる実績を作ったと称えられるけど、今から考えれば覚醒の感が拭えない気持ちだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2024年も早いもので3月を迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化の様相を呈して3年目に突入。大陸の地続きである両国は地上戦闘において残念ながらロシア側が優勢に戦いを進めている感は拭えないよね。特にロシアウクライナ戦争では陸上戦力による対称戦において、ウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、部分的な損害はロシア側も決して少なくはないとは言うものの、防御戦でも苦戦を強いられているぜ。こうした状況下、日本の現状に目を移せば幸いなことに周囲を海に囲まれている地理的な環境もあって、今のロシアウクライナ戦争にような陸上戦闘はすぐに正規する恐れはないけど、非対称戦の重要度は増しているように感じられるんだ。さて今回は新型の対米型3番艦陣営が2024年3月に就役予定である件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、すでに世界第2位の GDP を持ち軍事力の拡張に邁進する中国をはじめ、各種のミサイル開発と実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアがあり、それらの国々と海を挟んで対峙しているよね。この日本が仮想敵国と海を挟んで対峙することという構造自体は、太平洋戦争後も連綿と続いてきた状況ではあるけど、経済力を背景に軍事力の強化を推し進める中国によって尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛の必要性の比重が増しているんだ。これを念頭において日本は2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているんだけど、これは対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算を確保することに計算上はなる見込みだね。ただし世界的な新型コロナウイルスの蔓延の名残や、未だ激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、イスラエルのガザ地区でのハマス等のイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いているぜ。このため、せっかく増額基調に鍵を切った日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って実質目減りする傾向が懸念されており、さらなる防衛予算の増額が必要となるのではないかとの見立ても吹き出しているな。そんな中にあっても日本の防衛の要というべき既存戦力はやはり、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きは多く、2022年3月に最新型潜水艦の1番艦である太平を就役させ、同型の配備数増加は削れない部分だろう。太平型はすでに昨年2023年3月に2番艦である白鯨も就役を果たしており、この今年3月には3番艦である陣営も就役する予定で今まさに最終の準備が行われている段階だと言って過言ではないんだ。そして太平型は4番艦の雷鯨も昨年2023年10月に進水と命名を終えており、こちらも予定通りに計画が推移すれば2025年3月には潜水艦隊の戦列に加わり、日本の海の防衛の大きな一助となることが期待されているよ。ちなみに太平型の建造費を見てみると、1番艦の太平がおよそ800億円、2番艦ハケゲイがおよそ720億円、3番艦の陣ゲイ及び4番艦の雷ゲイがおよそ700億円と、量産の効果で若干の低減が見込まれているぜ。しかし前述したように世界的な物価高騰の煽りを受けて、これらの建造費が計画を超過する事態も考えられ、今から費用の低減を図ることは容易ではないため、そうした費用の捻出のための財源確保は大きな課題になる可能性があるな。さて今年2024年の3月終了時点で太平型も3番艦の陣営が計画通りに就役すると仮定すると、海上自衛隊の潜水艦隊は最新鋭の太平型3隻、前級の双竜型12隻、前前級の親潮型7隻という構成となるね。これに加えて最も古い前前級の親潮型2隻が練習潜水艦として残されることが想定されているので、
万が一の日本の有事の際には少なくとも24隻の潜水艦を戦力として稼働させることが可能な体制ではないかな。ただし現在の海上自衛隊が維持している潜水艦22隻の実戦配備体制とはいえ、艦艇はすべからく実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があるため、計算上は最大でも同時に実戦配備が可能な数は7から8隻と目されるぜ。この稼働数で日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、北から宗谷津軽海峡、西は津島海峡、南は宮古大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ体制を堅持していると考えられ、日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視しているな。これら5カ所の海峡を有事の発生の際には潜水艦隊を用いて封鎖することで、日本の本土に仮想敵国の艦艇が接近することを防止するというのが最大の目標であるといえ、現状の22隻体制はこれを実施可能な必要最低数だと目されるよ。かつては海上自衛隊の潜水艦隊の数は16隻体制であったことを考慮すれば、幾分かは戦力増強が叶ったと言える状態にも見えるが、中国海軍の艦艇数の増加ペースは著しく、これでも十分かといえば正直厳しいかもしれないね。しかし実際には第二次世界大戦後に互いにある程度の規模を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどなく、今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難でもあるぜ。さて現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭のイゲイ型であるが、基準排水量は3000トン、水中排水量は推定で4300トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルの艦隊を持ち、通常動力型の潜水艦としては世界でも有数の規模を誇るんだ。大鯨型はこの船体に3番艦の陣鯨までが川崎重工業社製の 12V25-25SB ディーゼル機関を2機、4番艦の新鯨以降が同 12V25-31 ディーゼル機関 ×2機と、リチウムイオン電池と発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しているね。これらの機関部によって大鯨型は最大で水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能と目されており、軍事機密のため詳細なデータは未公表だが、航続距離は推定で最大 8000km、連続航行時間も最大で4週間とも言われているよ。こうした大鯨型の性能は、推定値とはいえ通常動力型の潜水艦としては世界最高水準であることは間違いなく、前々級の親潮型や双竜型と比べても大幅に能力を向上させていると言ってよいだろうな。こうした点を捉えて大鯨型であれば従来の前述した5つの海峡周辺における待ち伏せ戦術に止まらず、他国の攻撃型の原子力潜水艦が実施可能な移動を行いながらの迎撃戦術が可能となったと指摘する声も一部で聞かれるらしい。しかし個人的にはいかに大鯨型がリチウムイオン蓄電池の性能の大幅な向上を果たしたとはいえ、他国の攻撃型の原子力潜水艦が軒並み30ノット前後の水中速力を発揮可能な能力を備えていることに、比すれば同列には論じられないと感じるぜ。そもそもが海上自衛隊の護衛艦でも多くの水上戦闘艦が最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能なことを踏まえれば、大鯨型とはいえどそれらを追尾する速力には程遠く、主体的な作戦は困難に思えるからだね。それでも大鯨型は通常動力型の潜水艦としては世界的に見ても最高水準に到達していることは間違いなく、ことに親潮型双竜型に比して連続潜航時間が大幅に伸びたことは待ち伏せ戦術においても有効性をさらに高めたと考えられるよ。最新鋭でかつ日本の海上自衛隊の最高の軍事機密に属するゆえに大鯨型の詳細なスペックは伏せられているが、稀にある乗組員へのインタビューなどを参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化デジタル化されていることは間違いないな。ことに前々級の親潮型と比べれば、これまで人力や目視で行っていた運航作業の他の分野で機械化が進んでおり、乗組員の艦艇運用に必要な体力的な負担は大幅に削減されていることが推察されるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、
チャンネル登録してね。国家安全保障会議と岸田内閣が2022年12月に国家安保障戦略防衛計画の対抗防衛対抗中期防衛力整備計画中期防を策定してから初めて、防衛省が2023年7月28日に公表した令和5年版防衛白書において、北朝鮮などの弾道ミサイルを防ぐ手立ての一つとして開発を進めているイージスシステム搭載艦のイメージ画像を公開したよ。しかし、政府と防衛省がこのイージスシステム搭載艦の導入に踏み切るに至るまでには様々な事態によって引き起こされた紆余曲折を経た経緯があったぜ。さて今回は防衛省が開発を進めるイージスシステム搭載艦とイージス護衛艦との違いについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。近年、ひたすらに弾道ミサイル発射実験を繰り返している北朝鮮はその性能を確実に向上させているけど、かつてはまともに飛行することもできないのではないかと揶揄されるほどその技術力は低いと見られ、日本政府も防衛庁も北朝鮮に対して特段の警戒をすることはなかったんだ。しかし、1998年8月31日のお昼過ぎに北朝鮮東部の大歩道テポドン付近にあるミサイル発射施設から発射された弾道ミサイル、後にテポドンと名付けられていたことが判明は、大気圏外を飛翔して津軽海峡付近上空から日本列島を越えるコースで飛行し、ミサイルの第1弾目は日本海に落ちたとされ、第2弾目は太平洋にまで飛翔して落下したことが確認され、北朝鮮が知らぬ間に高度なロケット発射技術を得ていたことが確認されたぜ。この発射実験においては大気圏外であるとはいえ、事前通告など全くなしに日本上空を通過したため、当時の小渕内閣も直ちに北朝鮮に対して中国を通して抗議をしたほか、マスコミがこれまでになく騒ぎ立てたために世論も敏感に反応して大騒ぎとなり、北朝鮮が日本にとって大きな脅威となる新型の弾道ミサイルの発射実験を行ったとして、以前に実施された1993年5月のノドン発射の際には表に現れなかった北朝鮮に対する反発が巻き起こったわけだ。このことを受けて、国民に北朝鮮が発射した弾道ミサイルが日本列島に着弾する可能性が否定できない時に発せられる、Jアラートが整備されるなどしたほか、弾道ミサイルを迎撃することが可能な対空ミサイル導入への国民の意識が高まったな。日本においてはテポドン発射の5年前の1993年5月29日に、北朝鮮が中距離弾道ミサイルのドンを、日本海に向けて発射した事態を受けて、1995年度から我が国の防空システムの在り方に関する総合的調査研究に取り組んでいたけど、このテポドン発射を受けて北朝鮮による弾道ミサイル攻撃が現実的なものになったため、その対抗手段を具体的に検討する必要に迫られ、1999年より護衛艦などへの海上配備型システムについて、海上自衛隊とアメリカ海軍による日米共同技術研究への取り組みが本格化したんだ。そして2003年12月、当時の第2次小泉純一郎内閣での安全保障会議及び閣議において、弾道ミサイル防衛体制の整備が決定され、航空自衛隊が運用しているパトリオットミサイルシステムの能力向上や、海上自衛隊のイージス護衛艦混合型に、アメリカ開発した弾道ミサイルを撃墜することが可能な、イージス BMD バリスティックミサイルデフェンス弾道ミサイル防衛システムの搭載が決定されたぜ。これを受けて、2004年度平成16年度から2007年度平成19年度予算において、混合型4隻にイージス BMD3.6 を搭載する改修が順次実施され、各艦は改修完了後にカウアイ島沖にある、アメリカ軍の太平洋ミサイル試射場における迎撃実験を経て、発射の成功と同時に弾道ミサイルを撃墜する能力を保有したことを確認された上で配備に戻っているらしい。これらのことを受けて日本政府は、北朝鮮が発射した弾道ミサイルの本体や破片が日本の領土や領海に落下した場合には、迎撃することが決定され、2009年4月5日の北朝鮮によるミサイル発射実験では発射の挙口が伝えられると事前に、
当時の麻生内閣の浜田防衛大臣から弾道ミサイル等に対する破壊措置命令が発出され、自衛隊では BMD 統合任務部隊を編成し海上自衛隊のイージス護衛艦混合及び協会が、日本海へ出動して迎撃体制を整えるとともに、航空自衛隊のパトリオットPAC-3部隊が東北地方と、首都圏の自衛隊駐屯地に展開される様子がテレビのニュース画面に映し出されたよ。ミサイルは東北地方上空を通過して太平洋に落下したけど、迎撃の命令が下されることはなく破壊措置命令は解除されたね。さらに2012年4月に予定しているとされた北朝鮮によるミサイル発射実験では、弾道ミサイルが黄海沿岸の平安北道チョルサン郡トンチャンリ付近から南方向けて打ち上げられるとの情報があり、沖縄県先島諸島上空を通過するものとされたことから混合型護衛艦が沖縄周辺の海域に2隻、日本海に1隻配置されたな。しかし、2009年の時と同様に自衛隊には、日本の領土や領海へ破片などが落下する恐れがある際にのみ迎撃するとの、破壊措置命令が発せられていたため、この時も領土領海への落下の恐れが発生した際のみ、ミサイルを迎撃することにしたため日本上空をスルーさせているぜ。その後、北朝鮮からの弾道ミサイル発射がさらに頻繁に実施されるようになると、それへの対応のために8隻しかない、イージス護衛艦を常時貼り付けておかなければならず、護衛艦隊の運用に支障をきたすようになっていたことから、2017年に日本政府はイージスアショアと呼ばれる陸上配備型のイージスシステムの導入を決定したよ。これはイージス艦に搭載されているイージスシステムをそっくり陸上に設置するもので、これを日本海側に設置することで、イージス護衛艦の負担を軽減し、さらに艦艇で運用するよりも人員を縮小できることから、慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊には朗報となるシステムだったんだ。政府と防衛省はイージスアショア2機を秋田県と山口県にある自衛隊の演習場に設置することを決定し、アメリカのロッキード・マーティン製のレーダー ANSPY-7 とイージスシステム2機を発注する契約を結んだんだけど、それぞれの地元住民への説明が不十分であったことなど様々な不手際を重ねて設置を反対する声が高まり、2020年6月15日に当時の河野防衛省が導入計画の中止を発表したね。しかし、すでに発注済みの2機の ANSPY-7 とイージスシステムをキャンセルすることで大きな違約金が発生するなどの問題があり、これらを活かすべく洋上の艦艇や建築物などへ搭載して転用することが検討され、最終的にイージスシステム搭載艦2隻を新規で建造することになったってわけだ。2022年8月31日に防衛省はイージスシステム搭載艦を2027年度末に1隻を収益させ、翌2028年度度末にもう1隻を収益させる計画を発表し、12月23日に2023年度予算案に搭載される、ミサイル垂直発射装置 VLS や機関の調達費として2208億円が計上されたよ。これまでに明らかにされているイージスシステム搭載艦の要目は、基準排水量1万2000トン全長190メートル最大幅25メートル乗員約240人で、現在運用中のイージス護衛艦より一回り大きく、コグラグ方式ガスタービンエンジン2機と電動機2機の機関によって10万馬力の出力を得て最大速力は30ノットとされているな。兵装について当初は200以上の VLS を持ち BMD に特化した艦艇が考えられていたが、他護衛艦との共同運用が困難になることから設計にあたっては小型化して機動力を高めるように方針転換されることになったぜ。そのため従来のイージス護衛艦とほぼ同等の兵装が搭載されることになり、5インチ単装砲1機構性能 CIWS20mm 機関砲2機マーク 41VLS 2機128セルが設置され、VLS には艦対空ミサイル SM-2SAM や SM-3ABM のほか、対戦ミサイル SUM として、丸7式垂直発射魚雷投射ロケットやトマホーク艦対地巡航ミサイル SLCM なども搭載されるらしい。また、現在射程距離の延伸開発が進められている1式地対艦誘導弾能力向上型や、単魚雷発射艦などの搭載も検討されており、
軍事専門家の間では、結局のところはイージス護衛艦の数を増やす形となったと指摘する声が上がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。